共同通信によりますと、文部科学省の私大支援事業をめぐる汚職事件で、東京地検特捜部は24日、受託収賄罪で文科省の前科学技術学術政策局長佐野太容疑者を起訴しました。また贈賄罪で東京医科大学の碓井正彦前理事長と鈴木守前学長を在宅起訴しました。また受託収賄ほう助罪で医療コンサルティング会社元役員谷口浩二容疑者も起訴したということですというわけなんですけれども、ね、いやこれですね、あの写真が見たんですよ。多分あの息子さん本人が掲載してるんですけども、あの医大の前でね、お父さんお母さん左右立って、自分真ん中で多分入学祝いの写真なんです。その写真が不思議なことにですね、裏口入学のくせに、あの表口で写真撮ってるんですよ。ちょっとそれは当たり前じゃないの。何言ってる。それと裏口で撮ってほしかったですよね。この人も本当にね。不思議だ、俺表口だなと思って。いや私、裏だろうってツッコミ入れたくなった。最近言われてるのよ、はい、あの一平さんも言われてるんだけど、有本さんこそがあの、猛獣使いじゃないですか。私は使ってないの、使ってないのね、もうね。あのだからその百田さんや武田さんやって、そのタイプの違う、はい、ねえ、こういう暴走する、はい、私は使ってなくて、あのそのまま好きにさしていただいてるだけなんだけど。だって見てください、ちょうど今見たらですね、なんかツイートしてる方がいましたよ、はい、武田さんの声を夏休みの小5の息子が聞いていて、はい、そこまで委員会を以前見ていたから、こんな静かに話すこともあるんだと小学5年生に驚かれてるわけですよ。そこまで言って委員会のことをおっしゃってるんですね。そこまで言って委員会の時はもうすごいですからね。確かに私も一回ご一緒しましたけど、で私がこのツイートされてるお母様でしょうね、旧皇族の方で明治天皇のやしゃごですよって言うと、あのピコピコ持ってるイメージしかないんだけど。ピコピコハンマー。ここではかなり品よくこれでもお振る舞いなんですよ。これでもお振る舞いなんです。これでもってたまに暴発するんですよね、はい、でも私が虎ノ門ニュースの一番最初に出た時は百田さんと一緒だったんですけど、そこで、あの琉球新報と、あの沖縄タイムスピコハンでやって、でちょうどあの百田さんその件で戦えた時で、ちょっと叩いてくださいよって百田さんにもピコハン渡してどうぞって言ったら、最初ちょっと躊躇したら大丈夫ですよって言ったら百田さんも一緒になってピコハンをやりましたけど、2人で、もう2人の虎ノ門ニュースってどんなことだったんでしょうねって感じなんですけどね。じゃあここでは木曜日枠ではこうかなり品よくまとめていただいてると、それはまあ有本さんがいらっしゃるから、隣でねさせていただくのに、そんな有本さんにピコハン渡してどうぞとはちょっとね、やっぱそこはないですから PPO に合わせてということで、ありがとうございます。であの、はい、ちょっとあれ出していただけますか、あのね、実はこれね、もうその起訴されたわけですよ、その受託あの、収賄ですね、でその、まあ文科省 の、この局長、元局長と、それからあの医療コンサルタントですね、で、まあ、こちらサイドと、それから、学校サイドですね、学校の、まあ、前で理事長と学長ですかね、まあ、こういう形でその、収賄側、贈賄側ということで、すでに起訴されましたということなんですけど、今日発売 の、 この、まあ、毎週木曜日は私書いてますが、有感無事、有毒精毒ですね、珍しくちょっとこれはニュースを書いてまして、ニュースっていうかね、まあ、報道的なことを書いてまして、ちょっと見出しは気になりますが、黒幕は野党の議員2人じゃないかと、はい、でこれすでに、ね、一部ネット上には情報出てます、情報出てますが、実は先週の木曜日にこの情報を私のところにもたらされました、それでちょっとね、私はただし土曜日にかけてですね、ちょっと関西にテレビの仕事で行く用事があったりしてですね、その情報提供者の方としっかりお話が、難しかったんですよ、ただその時実はまた別の筋から同じ情報が入ってきまして、でそれを聞きましたところ、もう政党名ははっきり言いますけど複数ですね、まあ、要するに旧民主党から分かれた政党ですね、そこに所属している、議員ですね、2人、でこれどういうことかって言いますと、要するにね、あの他のちょっと事情が分かりそうな、まあ、永田町の議員方に聞けば、いや普通に考えてもこれはその役人とね、それからまあ医療コンサルタントって完全な民間人じゃないの、はいはいはい、
これだけで済んでるとは思えないよと、全体構図として絶対やっぱり政治家の関与があるだろうと、でまあ、その時は私は、まあ、名前は知ってましたけれども、しかしまだ裏も取れてないし、ちょっとやっぱり確定情報として話すのはなんだなと思ったので、日曜日の朝にですね、まあ、時々私出てるんですけど、フジテレビの番組出てるんですが、ここでね、寺脇健さんとご一緒したんですよ、で寺脇さんは元官僚だし、それからあの人はそれこそ前川さんの友達でしょ、あのゆとり教育、でそうゆとり教育のね、でまあ、政治家の関与があるという情報もあるけれども、寺脇さんどうお感じですかっていうふうに聞いたら、なんかもう喜んだように、いや盛りかけもそうだったようにとかって言って、与党の政治家だと思い込んでるんですよ、そうじゃないんですよ、野党政治家なんですね、これに関してはね、でまあおそらくですけれども、このおそらくというよりもなぜ関与っていうことを言うかっていうと、そもそもこの、医療コンサルタントとして起訴された人、それからこの局長、それとこの議員ですね、特にその一人は衆議院議員ですけども、この人が中心だと言われていて、この人たちはもうずいぶん前からお友達で定期的に会食会やってたんですって。ですからね、今回の報道でも去年の5月に、この医療コンサルタントが、互いを全部引き合わせたという話になってるんだけど、もう全然その前からその議員を通じてみんな知り合いなんですよ、で定期的にご飯も食べてたっていうんだったら、去年のその5月の時のことだけを問題にするのはおかしいわけじゃないですか、ずっとその前からその種の関係が続いてたと見る方が当たり前なんですよ。そうですね、でね、やっぱりその、まあ、政治家から話を聞いても、まあ、これは別に不正って意味じゃないんだけど、要するにそのいろんな働きかけ、例えばその、まあ、補助金とかですね、そういうようなことに関して政治家がね、まあ、一種 の、 その口利き的なことを、口利きっていうか、要するにここがこんなふうに申請したいって言ってるけれども、それどうなんですかと、例えばその書類の書き方とかちょっとアドバイスしてもらえないかなとかいうのは、これ別にこれだけじゃ悪いことじゃないわけですよ、でこんなことは日常的にあるしね、むしろそのここに全然政治家の姿が影も形も見えない方が不思議だと。ただ東京地検もおそらくですね、その政治家に、まあ、要するにかけちゃうのはね、かなりの証拠がないと難しい、で不正な関与だったっていうことまでは多分証明されないんでしょう、ですからおそらく政治家の名前出てこないんですけど、しかしね、じゃあ逆に盛りかけの時と比べてみてくださいよ、政治家に不正な関与はないのにあれだけ政治家の名前出てきたじゃないですか、政治家とかね、昭恵さんの名前出てきたでしょ、要するに地検特捜部がいろいろ捜査してみても、政治家はそこに交流とか関与はあっても、不正じゃなかったら、別に何もないわけですよ、ね、はい、ですからそれはメディアも報じないっていう、これが当たり前の形なんですよ、なのにことね、要するにまあ安倍政権に絡むことだったりすると、あれだけやるわけでしょ、メディアが、その半分もやってないわけです、どうなんですかって話、まあ、多分森友と加計はあれ両方ともあれヘイトスピーチですから、あ、まあ一緒だね、はい、だから政権憎しの人たちがやってるヘイトスピーチなんですよね、だからそれが、で政権側はそういうヘイトをしないだけの話で、まあそうでしょうね、であと政権と政治家だけじゃなくてメディア自体もヘイトなんですよ、そうですね、ですからね、私もその1週間前にねこの情報が入ってきた時に、いやでもここまで名前も特定できてて、でしかもその接触の度合いとかまで全部わかるんだったら、もう多分数日のうちメディアが騒ぎ出すだろうなと思ってたんですよ、全然騒がないですよね、だからまあ要するに反安倍の情報じゃなければ鼻も引っ掛けないというやつですね、だけどこれ朝日新聞的に言ったら疑惑は深まったっていうやつじゃないですか、より一層ね、だって女性の何スキャンダル嫌がらせの件だって、財務省の、ね、福田さんはああいうふうになりましたけども、野党 の、 ない、あの問題ならないですもんね、ならないですよ、いっぱいね、武田さんがおっしゃってる、ね、葛飾議員とかね、青山議員とかだって、秘書にハイハイして近づいて抱きついたとかさ、もうキモいっつうんですよあと支援者と一緒にタクシー乗ってチャックを下ろして卑猥なことをさせたりとか、これ週刊誌にも出て本人も謝罪してるんですよ、それでいて福田次官追及とかやっちゃうんですから、お前がいいんだっつうんですよ、本当ですよね、
でしかもですね、これあの文部省文科省のやっぱりこれ伝統芸能なんですかね、うん、今回この、うん、ね、前局長が言い訳をしたじゃないですか、つまりあの息子をよろしくとは言ったけども、うん、不正に受からせろとは言ってないと、だからあの何でしたっけ、貧困の調査でしたっけ、はい、もうビーチ前川の、もうそれと一緒ですよね、だいたい息子が受験するんだなんとか言ってね、よろしくって言って、それ言い訳になってないですよ、はい、でしかも息子だってね、自分のツイッターアカウントであの試験の浪人生ですよ、しかも医学部ですよ、1週間ぐらい前に海外旅行してるんですよ、そうで、しかも受験が終わったその日にさも入学したかのようなコメントを書いてるんですよ、共同正犯じゃねえのかと、そういう疑惑があると思いますよ。疑惑はさらに深まりますよね。そこ知ってたら、これは、ね、ダメですよね、知らなきゃ別にあれですけども、だから私たちもね、やっぱりその同じことやろうと思えばできるわけですよ。それは朝日新聞ほど部数はないけれども、そうやってね、別に不正な関与はないと、つまり地検特捜部が捜査してもないわけですから、ないんでしょうけれども、でも疑惑は深まったって延々とやることはいくらでもできるんですよね。うん、はい、同じ構図ですということみたいな。なんで一かけらも報道しないの。本当ですね。ねえ。一般大学の名前でしょ、偉大ですから、ね、医科大学で人の命を将来預かるよね、職でこんなのがね、こんなケースに卒業されたらたまっちゃうもんじゃないですよね。はい。